本因坊修作因坊記念館は、広島県尾道市の因の島にある本因坊修作の資料を中心とした囲碁の資料館。因島は囲碁の島としても知られる。1997年、因島市は、帰省、本因坊修作や、天四4村上文章がこの地で生まれたことから、町おこしの一環として、囲碁を、市議として制定した。これに、 ヒカルでの囲碁ブームと2004年収作が囲碁伝道に検証されたことを気に島には観光客が訪れ、さらに町を挙げて囲碁の文化普及を進めてきた。2006年因の島市は平成の市町村合併により、小野道市と合併消滅するが、小野道市もこの普及を引き継ぎ囲碁を主義とした。そして2007年合併記念事業として収作の成果復元と、 資料展示が決まり、2008年に開館したのが、この記念館である。成果は、帰戦会場としても用いられ、2016年には、井山祐太本因坊発の防衛戦となった第71期、本因坊戦が行われている。事前予約すれば、院の姉妹碁協会が派遣した、ボランティアと対戦することができる。記念館の隣が、石切風切神社になる。 そもそも成果があったところであり、1926年、その前に本因坊修作費が混流されたものの、1972年、老朽化に伴い成果は取り壊された。そのため、本因坊修作費は神社内にあり、記念館ができるまではここに修作の資料を展示保管していた。また記念館正面山手の地蔵院に修作の墓がある。復元成果。 ありがとうございます。